えー、こんばんばはマドモアゼル本郷です、えー、今日はですね、ちょっと私がですね、まあ、普段あんまり、えー、口にしない話なんですけども、ちょっとインターネットを見てて面白い資料が出てきたので、ちょっとご案内したいなと思いましてですね、えー、国立国会図書館デジタルコレクションというところにありました、えー、タイトルがですね、 公共放送のあり方と NHK 改革、NHK 改革論議の視点ってものですね。で、掲載氏名が、リポート調査参議院事務局企画調査室編ってものなんですけども、これね、2016年の5月のものなんですね。ですから13年前とかなり古いんですけど、 著者が、総務委員会調査室の荒井幸正さんという方がね、出してるもので、今でもインターネット上でね、PDF ファイルで見ることができるんですけども、まあ、えー、この動画の下に一応、何ですか、URL っていうんですかね、貼っときたいと思います。見たい方は後で見ていただけたらと思うんですけども、まあ、その中でですね、うんと、このちょうど、 項目の中に、えっと、受信料っていうところがあるんですけども受信料の公平負担って書いてあるところがね結構興味深くてですね、まあ、一応ちょっと読んでみたいなと思うんですけどね、えーまあ、受信料の公平負担、えー、放送法は第32条で教会の放送を受信することのできる受信設備を設置したものは 教会とその放送の受信についての契約をしなければならないとしておりテレビを設置した者に対して NHK と受信契約を締結する義務を課している受信料は前述の通り国民の財産としての公共放送を維持するための負担金であるので NHK の放送の主張の有無にかかわらずに、えー、受信契約の義務を課している また、この受信契約は、日本放送協会放送受信契約第2条により、世帯単位で行うものとされており、同一世帯に2以上の住居がある場合を除き、何台テレビを持っていても受信契約は1世帯につき1契約で用意し、社債テレビなどについても住居の一部と見なされて1契約で良いこととしている。 2006年からもここうういうことがあったわけですね。でまたえ、事業所については受信機の設置場所ごとに受信料契約を行うこととしているえ世帯単位の契約については、えー、携帯電話で受信を行うワンセグ放送が平成18年度から始まるなどテレビは一家に一台の時代から一人に一台の時代となったことなどから 受信機の台数を考慮したものにするなどの検討が求められている。なお NHK は平成18年12月から、えー、単身赴任世帯等への受信料の家族割引制度を導入することとしている。と、まあ、こういうふうに書いてますね。で続きは、ですね、ここからは結構興味深いこといっぱい書いてありまして、近似 NHK の不祥事に端を発した受信料の支払いの留保や、 受信契約の拒否が増加し問題となっているが放送法は受信契約を拒み受信料を支払わない場合においても何らの罰則規定を置いていないまた NHK も今まで受信料の不払いに対して訴訟などによる法的手段に訴えたことはなかった面白いですね2006年当時はなかったんですねで受信料制度は放送法上の契約締結義務はあるものの 実際には NHK との視聴者の信頼関係の上に成立している制度であった、まあ、この信頼関係がもうガタガタな状態になっていますけどねしかし NHK は平成18年度から受信料不払い者に対して民事上の督促などの法的手段を行うこととしているもうすでに行ってますけどね最近の動きはでこの督促手続きは受信契約を締結しこれに基づき受信料支払い 債務が発生している者に対して行われるものだが受信契約の締結をしていない者に対しては行うことはできず不公平感が生じる NHK は未契約者に対しても放送法に基づき民事訴訟を行うための準備を進めるとしているでこの大きも興味深いことをこの人書いてましたですねしかし放送法上の受信契約締結義務が 司法の一般原則である契約自由の原則や消費者契約法に違反するものとの指摘もありえ実際にどのような民事訴訟を提訴するのか忘れておいです、ね、これね今これをボールにしてるんですけどねこれねネットから PDF ファイル化したものね不透明な部分も多いよと書いてますね でえーとまあ、これで結構興味深かったのは、このね、有料放送っていう項目なんですよ。これちょっと、冒線引いてるんですけども。まあ、これちょっと読み上げていますねで。放送では、放送とは、講習によって直接受信されることを目的とする無線通信の送信とされている。括弧放送法第2条第1項第1号。 つまり放送は不特定多数に対する送信とされているのだが技術の進歩により放送にスクランブルをかけ特定のものかっこ契約者のみにスクランブルを外すことにより視聴させることが可能となったもうこの2006年の時点でこういう文章が出ていますアナログ放送では専用のデコーダーを設置しなければスクランブル放送の視聴ができなかったがデジタル化後はすべての受信機がスクランブル ランブル放送に対応可能となる、まあ、実際にになってますね実際に放送の対価として料金を支払った者に対してのみ視聴を可能とさせる有料放送がケーブルテレビや衛星で行われその視聴が広がってきているこの影響で受信料についても視聴しなければ支払わないという考え方が視聴者に浸透しつつあると考えられるでこのあの文面も結構興味あるんです 深いいんですすけどもこう書いてますね政府の税制改革・民間開放推進会議は出張の有無とは無関係に負担を求める受信料制度を利用者の自由な選択の確保等の観点から見直すべきとして NHK のデジタル放送のスクランブル化について検討し平成18年度の早期に結論を得るべきとの答申を発表したとこ あだかで,すよでこれ2006年の時点で、まあ、今特に、まあ、NHK から国民を守る党の立花隆さんがいろいろやってますけども,もうそのことについてもこの時点で2006年の時点でも政府の規制改革民間解放推進会議は答申を発表していたわけですね興味深いですねでこの続きも言いますけどこれに対して総務省は、えー「機関放送では地上放送のスクランブル化は」 災害放送等の良質な番組を料金を払う人だけが視聴できることになると公共放送との使命を果たせなくなる視聴率優先となり番組が偏り公共放送を痩せていく公共放送として必要な収入を隠するのは困難となるなどの問題を指摘していると、まあ、かなり現在の NHK 寄りな回答を当時の総務省はしていたということが分かるわけですね。 でまあ、ちょっとざっくりこういうですねあの書面がまあインターネットで見つかったのであの今回こういう動画をアップしてみたんですけども、まあ、あれですね「まどもわゼる本語」としてはまあ個人的な見あくまでもこう個人的な見解なんですけれども、うん、公共放送うんの前にですねもうテレビ自体からもうかなりあの今の 世代の人たちを離れてきててててきるっいいうののも目の当たりにして見ていますあの10代の方々もほとんどテレビを見なくなってるし、えー、スマートフォンですとかタブレットでインターネット特に YouTube を見るのがもう主流になってきてるのはもう自明の理ですからおそらくあのこれはもうほに自分の試験なんですけども一時ラジオが前世であったのは。あの テレビの登場によってラジオがあの、ラジオがなくなったわけじゃないですけどもね、今でも災害,災害が起きてもラジオが必要だと私は認識してますけども、えっと、テ,レテレビの方向にあの向かっていってで、テレビがもう黄金期だった時代がありました、えー、正直、昭和の末期から平成の、えー、っと中期までの間もう面白い番組あったんですけども、ほとんどもう面白い番組ないですよね、現状。 まあ見たいなと思うものを録画してあとはもうテレビを見ないっていう人はほとんどだと思います今インターネット YouTube がもう爆発的に普及してますからおそらくほ5年後10年後にはテレビ離れがさらに加速するので受信機の設置うんもをする人自体もなくなるだろうと、まあ、解約する人も続出するだろうと思いますのでいずれはそういうふうにはなっていくのかなとは自分なりには考えてはいるんですけどもねですからあのこれは まあ、あの時代の一つの波でうん、これも個人的な見解なんですけれども、古いメディアからも新しいメディアに移りつつあるので、まあ、いずれはですね、NHK の受信料制度っていうものはなくなるんじゃないかなと、遅かれ早かれとは、私は個人的には考えてはいますけどもね。 まあそういったところで今日はちょっとととめもない動画を上げさせていただきましたけれどもちょっとインターネット上で面白いこういうね資料が見つかりましたんでちょっと個人的な見解を述べさせていただきましたということでねえちょっと3旨に釣られてしまったなって,って言う人もいるかもしれませんがえまどうもわゼる本郷でした最後まで動画を見ていただきましてありがとうございました